上新電鉄7000系電車は2013年に登場した上新電鉄の電車である。営業開始直後、カラーリングが施される前の上新電鉄7000系、電車上新電鉄では老朽化した在来車両の置き換えを検討していたが、導入候補として考えられていた東急8090系、8590系電車や東部パッセン。 軽電車はいずれも所属会社での廃車時期が事業計画と合致せず対応に苦慮していた。このような中で2014年度に上新線運営線に存在すると三岡製市場の世界遺産登録が見込まれたことから2012年3月に行政側による支援の一環として1981年に申請された6000軽電車以来の自社発注による申請車両導入が決定した。 この際製造費用は国からの補助金が3分の1残りを群馬県をはじめとする沿線自治体からの拠出金によって全額が賄われること製造は補助金を利用するため2012年度と翌2013年度の2度にわたって1両ずつとし新潟鉄工所時代から車両心臓の取引があり小ロットの注文にも対応できる新潟トランシスが行うこと 余剰を喚起する目的で座席をボックスシートしようとすること2両が落成した時点で編成を蘇生し運行を開始する予定とされた2012年10月には上新電鉄公式ホームページなどに新型車両の完成予想イラストが公表されたこのイラストでは車体はクリーム色一色であったが正式な車体カラーリングについて 沿線に所在する学校の在学生から募った案のうち7種類について同年10月20日から同月28日にかけて利用者による投票を実施することと投票結果をもとに社内委員会において最終案を決定する予定であることが発表された。上記のように予算の都合で年度をまたぐこととなったため、 まず2013年の3月に制御車の区ハ7501が陸送で高崎に到着。半年後の9月に制御電動車の雲ハ7001が公衆輸送で入線。整備及び主運転後の同年12月3日に営業運転を開始した。なお運用開始当初の車体と食はクリーム食一食であったが、 上州富岡駅の新駅舎管制に合わせて2014年の2月から3月にかけて採用案が塗装され、3月17日に新しいカラーリングで運行が開始された。車体は事故にあった際の補修を考慮して普通構成車体を採用した。20メートル級、変運転台、両開き片側3扉の客用扉を持つ全構成車体という基本フォーマットは、 在来車と同様だが、ワンマン運転時の無人駅での運転手の料金授受,受の便が考慮され、両端の扉はこれまでの車両の大多数に比べると、車体端によっている。前面は、湘南型と言われる中央でに分割されている、大型窓を採用し、上部には、方向膜を採用した行き先及び種別、ワンマン表示を格納している。横から見ると、くの字が高ぶには、 踏切事故対策を考慮した衝撃吸収機能が内蔵されている部分が出っ張っており、この部分は作業時の足場にもなるようにデザインされている。また、上新電鉄の自社発注車は、慣例的に右側運転台を採用してきたが、統計式は初めて左側運転台を採用している。側面窓は一部を二段窓として開閉可能とした大窓であり、窓ガラスには、 熱線吸収、UV カットガラスを採用し、それに加えてフリーストップ式のカーテンを設置した。座席は観光用途を考慮して、ドアガンはボックスシートのセミクロスシート配置になっている。また、バリアフリーに対応して各社運転室地下の1位側に車椅子スペースを設けている。車両間の貫通路は広幅とされ、各社とも両開き式の貫通扉が設置された。 制御装置は、東芝製の3レベル、VVVF インバータ制御装置で 1C2M のに、軍制御方式を採用し、故障時には、主回路ユニットを切り替えることで、運転の継続が可能である。また、列車本数が少ない路線での運用であることを、踏まえて、回生ブレーキの執行を補うために、発電ブレーキ用のブレーキ直破装置を搭載する。なお、ブレーキ直破装置、 ブレーキチョッパリアクトル、ブレーキ抵抗機は東洋電気製造製であり、ブレーキチョッパ装置は JR 東海313系電車の4次車と同等品を採用する。運転台主管制御機には上進電鉄発となる、左手型ワンハンドルマスコンハンドルを採用した。主電動機は1時間定格出力 190kW の東芝製 C-427。 D カゴカタチ3小誘導電動機を採用した。補助電源装置は、主制御器と同一回路で構成される出力80、クバの静止系インバータを搭載し、電動空気圧縮機は、クノール製のオイルレスレシプロ式で、定格と質量は690リットル、ミニッツである。台車は、初採用のボルスタレス台車で、新潟トランシス製の NF-05 を採用した。 終電装置も上新電鉄の車両で初めてシングルアームパンタグラフを採用し、雲花7001に日搭載している。当初は固定ダイヤで運行されていたが、現在は他社と共通で運用されている。雲花7001はパンタグラフを当初に着上げて運行していたが、収益からおよそ半年後の2014年5月頃より不具合の発生で下似た側パンタグラフを降下して、 高崎側の一機のみを使用、同年12月には、下似田側パンタグラフを撤去した。2015年5月に修復され、再度パンタグラフ二機を上げて走行している。ありがとうございます。